女優、長澤まさみ主演の、フジテレビ系連続ドラマの劇場版、コンフィデンスマン JP、5月17日公開の、追加キャストとして、竹内優子、三浦春馬、江口洋介の出演が16日、明らかになった。同作は、昨年4月期の月9ドラマとして放送され、総合視聴率の平均が 15.1%、2018年6月度ギャラクシー賞、月刊賞受賞や、同年4月期コンフィデンスアワードドラマ賞の、主演女優賞、脚本賞を受賞するなど、評価を受けた人気ドラマを映画化。主人公ダーシオ長澤は、お人よしゆえに騙されることもあるボクちゃんを、東出昌大、どんな世界の人間にも見える特技を持つリチャードを、小日向文世が演じる。一見平凡で善良な姿をした3人の、信用詐欺師、イコールコンフィデンスマンが、金融、不動産、芸能など華やかな世界の欲望にまみれた、人間たちから大金を騙し取る、痛快エンターテインメントコメディー。竹内演じる、香港マフィアの女帝、蘭龍は、世界最高のダイヤを所有し、冷酷非情な性格から、氷姫の異名を持つミステリアスな女性。広東語を喋るという意味では、とても手に汗握る役作りでしたと振り返り、私自身も結末がどうなるかわからない。そんな快感の渦の中に、一緒に飲み込まれ、ぜひ劇場で騙されてくださいとコメント。三浦は、天才、恋愛詐欺師、ジェシーを演じ、初めて、詐欺師役を演じましたとし、ダーシとの恋の展開にぐっと持ってかれました。規格外のどんでん返しが待っているので、どんでん返しを楽しみにと見どころを挙げた。江口が演じるのは、ドラマ版、第1話の主要ゲストで登場した。赤星英介。ダー子たちに20億円の大金を奪われ、復讐心に燃える役柄。ドラマでは、騙し合いの末に敗北し、映画では復讐しようと手段を選ばない男を演じました。映像から伝わる熱気と、アジアを股にかけた、スケールアップした騙し合いを楽しんでいただきたいですね、と話している。また、最新予告映像も解禁。ダーシに接近するジェシーや赤星が登場。登場人物たちが叫び、怒り、涙して思わぬ事態へと発展する様子が垣間見える映像に仕上がっている。